さあ、それでは現行のリタライフホワイトとリタライフバージョン2を比較してみましょう。上からちょっと比較してみたいと思います。右が現行のリタライフホワイト、左がバージョン2ですね。それではスタートボタンを押します。水槽設定を開始します。水槽設定中は入浴しないでください、はい、電極が水面から出ないようにご注意ください。ほーら、おお、左がすごいです。右の現行の分が 1.4 ですね、パワーが。で、左は5あると言われてます。もう全然違いますよね、見るからに。ほーら、もう真っ白になってきました。左リタライフレッドは 0.5、 リタライフホワイトは 1.4 で、左の、リタライフホワイトバージョン2が5と言われてますね。これは何を表しているかというと、パワーを表しているんですね。パワーというのは、電気の通電量ですよね。この通電量が大きいということは、電気分解が、優れているということですね。これによって水素濃度はこのリタライフホワイトの2倍を超えているわけですね。電極なんですけども、じゃあどう違うかと言いますと、こちらが現行、こちらがバージョン2ですね。で、まあ見た感じではちょっとわからないんですけども、このバージョン2の方はですね、こちらのこの電極のコードの刺すところが黒いチューブがしてあるんですね。電極の内容はと言いますと、まあどちらも、チタンでできてまして、プラチナコーティングしてあるんです。ただし、既存の方は2枚電極なんですね。で、バージョン2は3枚電極にすることによって、まあ、厚みを増やしているわけですね。で、これに対応するように、本体のパワーも上げているということですね。まあ、3枚電極にすることによって内側に電気が走るんです。この2枚電極の方は外側に電気が走るので、ちょっとこう肌の弱い部分であるとか傷口であるとかに近づけるとちょっとピリピリしたりするのを皆さんも体験されてると思うんですけども、この3枚電極の方はそれが一切ないです。内側に電気が走っているので、外でピリピリするというのはありません。それとメンテナンスなんですが、既存の方は900本なので15時間でクエン酸につけて、まあ、メンテナンスしないといけないんです。このバージョン2の方は100時間メンテナンスをしなくてもいいわけですね。そこがまた違うところです。